九州7県と山口、沖縄の運動部に所属する医学生が日頃の練習成果を競う九州山口医科学生体育大会。今年度は多くの競技が宮崎大学の主管で行われています。九州山口医科学生体育大会は九州にある10大学に山口大学、琉球大学を加えた12の大学から医学生が参加し、それぞれの競技で競う大会で、毎年この時期に開催されています。主幹は年ごとに各大学が持ち回りで行い、51回目となる今年は宮崎大学が総合主幹となり、多くの競技が宮崎で行われています。このうち4月21日、22日の2日間にわたり、宮崎県体育館で卓球競技部門が開催されました。我々選手主将はスポーツマンシップに乗り乗り開会式の後、早速競技が始まり、団体戦、シングルス、ダブルスの試合が行われました。主幹となった宮崎大学医学部卓球部は、試合の準備や運営だけでなく、宿泊の手配や衛生管理、懇親会のセッティングなど、あらゆる部分に携わったということです。当日会場では、舞台上に本部を設け、試合の進行調整や結果の整理、備品の管理などをしていました。この九州山口大会は3月末から5月初めにかけて全21競技が九州県内各地で行われる予定です。それでは今後のイベント情報をお伝えします。6月9日土曜日、清武町文化会館阪急ホールで宮崎大学医学部音楽祭クラシック部門が開催されます。17時30分開場、18時開演で入場は無料です。最後に MUSB 宮崎大学学生放送局からのお知らせです。 MUSB ではこの番組宮大まるごとテレビでご紹介させていただける話題やトピックを募集しております。トピックの募集やこの番組に関する情報につきましては、 MUSB 宮崎大学学生放送局のウェブサイトをご覧ください。4月は寒暖の差が激しい中でも新入生を迎え入れる温かな雰囲気で包まれていました。新年度、新たなスタートを切った学生たちの活動にもぜひご注目ください。来月以降もお楽しみに。それでは今回の宮大まるごとテレビはここまでです。また次回お目にかかりましょう。失礼します。失礼します。